釣り子到着。ついにタイともお別れ。ちょっと待って、まだお別れできないかもしれない。なんで？俺だけインドビザ取れてないのよ。まあ大丈夫でしょ。大丈夫？なんか本当に今までありがとう。いや本当に今までありがとう。本当にありがとうじゃない。俺も一緒にインド連れてきたよ。またね。またねじゃないの。俺は別にお見送りしに来たわけじゃないの。タイで、無理頑張れよ。待って。俺もインド連れてけ。よし、行こうか。待って。というわけで、ビザのね、申請してたんだけど、俺。結局連絡来なくて。インドビザ取れませんでした。本当にありがとう今まで。ガチでマジでありがとう。楽しかったよ。楽しかったじゃなくて。二人で頑張ろうな。やっと二人になれたな。うん。こっから。やっと二人って何？やっと二人って何？ずっとなんかそれを願ってたみたいな。うん。そのためのドラゴンボールか。そのためにドラゴンボール集めてたんか。集めてヨシキと離れ離れにしてください。もう集まった。インドに頼んだ。いや何が起きたかというと、ヨシキはもうインドビザを1週間ぐらい前からもう申請してたのよ、うん、俺とリョウは来たのにヨシキだけ来なくて、うん、そのまま空港行ったらビザ見せて、いやないですって、うん、はみたいになってまずなんでヨシキだけ来ないかが分かんないよな。マジそれ身長か。身長関係ない。身長入力するとこなかっただろ。顔か顔か顔あったな。顔が顔だ。顔があったな。でも本当にありがとう。ありがとうじゃねえんだよ。じゃないの。いけんだよ別に。え、いけんだよ俺も。だってビザないじゃん。なんかビザ、うん、あのインドに入国したら、うん、そっちで帰るってどういうこと。ビザなしでインドまで行くの。うん、インド必要だよビザ。だからインドでビザ買えんだって。お金払えば7000円ぐらいか、うん、日本円で、うん、7000円ぐらい払えばビザ買えるから、そしたらあんたインド入国できるよって最初から言えよ。インドってもともと日本人は空港に着いたら空港でビザが取るアライバルビザが主流だったんだけど、うん、それ今コロナの影響でやってないのよ、うん、でインターネットビザ E ビザっていうのが主流で、それを登録してすぐ取得できるんだけど、それできなかったからどうするってなったら、なんか特別に空港でお金払えばやってくれるらしくて、金払えば行けるんだったらこんな制度作んない。ということは、うん、お別れじゃないってこと？そうなんです。おい、なんで悲しいの？お別れの方がおもろくね。おもろいじゃねえんだよ。じゃあまだ来る、まだついてくるってこと？付きまとわれるってこと？追いかけじゃねえな、お前の追いかけじゃねえな。まあ良かったんじゃない？うん、うまくいって。同期の金ってバカになんないから実際。確かに、うん、じゃあ今一番言っちゃいけないこと選手権していい、うん、最後に。まあ今はいけるからいいよ。さっきやろうって急に言い始めてやめろって言ったけど。ビザお金払えば取れる嘘です。行きましょう。やめろよ、やめろ、本当にやめろ。それだけはやめて。さあ行こう。行こう、行きましょう、時間ないんで。だってインド着きました。もうマジでよかった。本当にマジでよかった。タイ出るときさ、あっちでお金払えばビザ買えるよみたいな感じだったじゃん、うん、なんかそんな雰囲気じゃなくてバンバンビザ、バンバンビザ、ノー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 、俺ビザ持ってない、だからあなたから買いに来たって言ったのにさ、伝わんなくてさ、もうずーっと待たされて俺1時間ぐらいやってたもんね。後ろで泣きそうになってんの。そう、俺と亮だけ先パッて入って、よしき2人で「おお」とか言って2人すぐ終わって、俺だってさ、しかも Wi-Fi 繋がんねえのよここ。俺どうしようみたいな、翻訳機で伝えられねえ、どうしようみたいな。いやー、俺の一番嫌いな国インド。一番嫌い。俺一番好きになったぞ。二十歳の時大学2年生の夏休みインドに1ヶ月来たけど、はい、一番嫌いな国。なんで？もう二度と来たくないけど行かなきゃいけないと思ってた国にいよいよ来ちゃった。あー、来ちゃった。ということでじゃあね、はい、タバコ吸おう。
いやなんか早いよ俺ら、タイから知ってないのよ。早いよ。バンコクの乗り継ぎで外出らんなくて8時間乗り継ぎずっと据えてないのよ。10時間くらい吸ってない俺らのファンがレペゼンか俺ら全員無視されてる。無視かよまだいい感じをしてんな上級国民やぞこっち。せやっどうにか空港から脱出できて、はいはい、空港から脱出するのもちょっと一悶着あって、うん、一回タバコを吸いに外出たらもう中入れないって言われて、うん、ATM 行かないと現金ないしトイレも行きたいしみたいな、うん、ギリギリで俺楽天モバイル入ってたから、うん、Uber だけ呼んで宿まで来たから、うん、すんごいスラムみたい。マジでマジでそれおっかねえもんこれ大丈夫って思っちゃう。え待って赤瀬博士いるんじゃない。いないよいないよ。赤瀬博士の車じゃないの。同じ車だけど似た車だけど違うよ。違うそんな元気ないの。今もう深夜2時とかよ確かにねえ宿分かんないってチェックインできるかも分かんないんだから。確かに空いてるか分かんないよな。あーってか人寝てるわ。静かにしてる人寝てる。あんまそんな関係ねえだろ。あ、なんでそこで寝てんこんな感じでね、中東南アジア編終わって中央アジア編スタートするわけだけど、まあ、東南アジアではね、うん、惜しくもドラゴンボール見つからなかったから確かに探しちゃねえだろ。必死に探したんだけどね、うんうん、探したけど見つからなかった。中央アジアで、うん、まあ、インド中心にね探していこうと思います、うん、インド数学得意なんでしょ。うん、計算してもらえるよ。緯度経度とか入れてもらってありありありドラゴンレーダーアップグレードとかしてもらおう。はい、ちょっとね今ねインドをね観光してるんだけど、はい、ゴッキーにね言われたのよ。インド人はみんな嘘つきだから、うん、信用しない方がいいよって、うん、見てください彼は、信用しちゃってる信用しちゃってるじゃねえか。信用しても友達になっちゃってるのよ。で間違いなく、うん、あの案内された後に、うん、チップ要求されますあれはバカやなあいつ自分であんだけ言ってたんだ。またねありがとう。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 めちゃくちゃいい人だったありがとう。ありがとう。頑張ってね。アリアンいいやつだったけど、うん、最後に、うん、俺は大量の葉っぱをマリファナを持ってるからお前らやらないかって言われたプッシャープッシャーだったさあ来ましたブルースカイカフェ。日本語で書いてあるよ。あ、そうそう、カタカナって書いてあるよ。はい、というわけで、はいはい、来ましたよ、見てチキンカレー。普通に美味しそうだね。めちゃくちゃうまそう。ね、というわけで、はい、早速いただきます。いただきます。ちょっと待ってください。毒味しないと。これは、まあこれは毒味必要かな。うん。はいはいはい、はい。いやでももう、こっから先ずっとこれよ。ずっとこのカレー。まあ俺カレー好きだから、まあ。いい感じ。まあ、でも日本のカレーとは違うじゃん、なんか。まあ違うけど、美味しいカレーが1個でも見つけられれば、一生それ食ってられる。はいはいはい、はい、じゃあいいじゃん。え、逆にじゃいけんじゃない。俺量無理だって食いすぎだよ、お前さ。待って、これうまいわ。なんかカレー食ってるみたいな。いや、カレーだもん。あ、これカレーなんか。何言ってんの、これカレーじゃないよ。何だと思ってたの。アクエリアス。はぁいただきます。いただきます。はい、これ右手で食うのが正式だから、うん、左手では食っちゃダメだから。なんで左手お尻拭くようだから。あ、そうなの。へえ。いただきます。あ、マジでうまいわ。うまい、うん、辛くない。マジでうまい。いや、ちょっと辛い。ピリ辛。うん、あ、これすげえうまいわ。すげえうまい。うん、日本でインドカレー屋さん行って出てくるぐらいうまいわ。あー、わかるわかる、うん、マジでうまい。高いだけあるな。うん、ここまで来るのに結構歩いたじゃん、うん、そこまでにさ、結構うまそうな料理めっちゃなかった。あったあったよね、ちょっとした屋台。うん、餃子とかさ、揚げ、なんか揚げたやつとかさ、うん、なんかドライカレーみたいなのめっちゃあったの。 あったね。うん、それとか食べたいよね。食べたい。きったな。あ、このきったなは待って、待って言ってたよ。あの、食べ物を粗末にしたら汚いよみたいなのじゃなくて、うん、お前これ髪の毛洗ってなさすぎて汚いよ。そっちも汚い、うん、それを食うんだと思って。食うだろう。あー、なんか
塩分がすごい効いてる。だな。だね。よく食えんな、お前それ。ぼっこいどうもゴッキーです。続いてのイマスタは、ここからは中央アジア編。インドのコルカタで本気のドラゴンボール探し。ドラゴンレーダーを見ながらショッピングセンターを探したり、地元のチャイ屋さんに聞き込みしたが、なかなか見つからねえぞ。諦めかけたその時、ドラゴンボールじゃない？ついに待ちわびた瞬間が到来ました。あ、誰か来た。ナマステー。ナマステー。 YouTube、 ジャパニーズ YouTube。 ナマステー。ナマステー。こんな顔してるけど騙しに来てるぞ。怖いな、嘘つきやな、嘘つきの。どうどう、インド来て初日、初日、ね、どうやってけそう、まあ、怖いわ。何が。いや、スリとかそういうのがいっぱいあるって聞いてたから、まあ、はいはいはい、うん、まあ、軽犯罪だからね、うん、あるとしてもだからちょいちょい肩とかぶつかるけどさ、うん、その時やっぱ意識しちゃうよね。はいはい、はい、あ、何取られてんだろう、ね、いい心がけ、警戒をしてるのね。警戒してる、警戒してる。街とか人的には、うん、街はちょっとあれだね、他の今までの行った国に比べてちょっと工事中が多い。工事中って何て言ったら、なんて言えばいいの、中途半端が多いよね。そうそう、中途半端が多いわ。人生観、価値観か、うん、価値観変わりますみたいな、よく言うよね。で、1ヶ月後どうなってるかだよね。どうなってるかな。この時点ででも日本のありがたみは分かるよね。道がすごい整備されてるとか、はいはいはい、店員の態度とか生活水準みたいな、うん、そうそうそう、はい、まあでも底辺を見れるんじゃない、その人生観が変わるっていうかさ、うん、その生活水準の底辺を見てるから今がどんだけ幸せなのかが分かるんだよ、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。止めました。はい、止めました。マジでくせえ街。こいつら嘘しかつかねえんだもんな。 あんだけ笑顔のやったやつも嘘だったしさ。確かに。しかも宿もうぜえ。宿もつけろよ。マジ暑いよな。ああ帰りたいな。帰りたい、帰りたい。マジ日本帰りたい。ま、回ってたわ。あ、回ってんの。あ、楽しいんだ。やっぱ人生観が変わるってこういうことなんだろうね。なんか世界行ったら人生変わるって言葉あるじゃん、うんうん、確かに変わるわ、うん、変わるよな、うん、全然日本帰りたくないよ。はい、OK。 帰りてぇ。母ちゃんの作ったおにぎり食べたい。なんかマジで寿司屋行きたい。あ、浜寿司、うん、あ、回ってた。あー、回ってた。インド楽しい。何回やんだよ。